もう一つこの時に、はい、ベガルタ的にもこれ遅いんですけども右に入れてほしいんですよ。ああ一つ前の段階でこぼれています。モテギ上はありません。さあモテギがクロスか、シュートだ。最後はキーパーの脇を抜けてモテギ今日2ゴール目。ベガルタ勝ち越し。いや山本さん今の形としてはクロスだったと思うんですけれども最後はまあクロスだと思うんですけど、はい、ちょっと見てみましょう。そうですね、ここで野津田が落として右サイドの茂木がフリーでした。最後はジャーメンを狙ったような形だったんですが、そうですね、キーパーの杉本がまあでも茂木選手がねクロス非常に速いボールだったんで、そうでしたね、これがものすごいゆっくりなボールとか浮いたボールだとこうなんなかったと思うんですけど、まあ、彼のそのクロスのいい速いボールがゴールになるんじゃないですかね。前回1点目もそうですけどやっぱ彼両ウィングバックがこういうふうにベガルダ